心配そうな顔すんな。俺たちは死なねえ。絶対だ。次は PW-01-408 お前だ。エイジ適合試験を開始します。気を楽にしてください。第1段階、食害による侵食を実行。侵食開始を確認。続いて第2段階、人機を実装。最終段階、対抗適応型オラクル細胞を移植。食害による侵食の中和を確認。バイタル正常域に復帰。判定適正あり。おめでとうございます。あなたは対抗適応型ゴッドイーターに認定されました。生き残ったか。好判定。この辺りじゃ見なかったレアものだな。どうだ、人間やめた気分は。おい、勝手に死ぬなよ。お前の命はこの港のために使うんだ。さあ、この契約書にサインしろ。動くな。やってやるぜ。いやあ、置いとくね。これやこれ、かかって。帝人形態負けないもんね。はっはあ。落ちて力を恐れては先へ進めないわ。きっと大丈夫。信じ。どうしたの？なんとかなるものね。おい、行くぞ。どうした？ぼーっとして悪い夢でも見たのか？シャキッとしろよ。次の仕事のこと聞いてきた。相当濃い場所だ。俺もお前もそろそろおしまいが近いってわけだ。濃い海域の中で戦い続ければ体は朽ち果てる。仕事ができなくなった俺らを港の連中がかいがいしく世話してくれるとは思えない。いずれ生命線である変色因子の投与を打ち切られて、あるいは荒神の蒔絵かおとりにでもされてさようならか。絵に描いたような俺たち栄治の末路だな。ああそうだ、俺たちは死なねえ。絶対だ。俺たちはたくさんの思いを背負ってる。守ってやれなかったこいつらの思いを。俺はこいつらに誓ったんだ。どんなことがあっても諦めねえって。だから絶対に死ぬなよ。一緒にたどり着くんだ。俺とお前で明日へ。ダメだ、見えない。どこだ、どこに荒神が。混戦してるのか。どこのチームだ。サルベージを来い。頼む、死にたくない。気にするな、奴らは餌だ。お前たちはお前たちの仕事を果たせ。早くこいつを解除しろ。ペニーノート専属エージハウンド1、ハウンド2の高速解除の処理を開始する。行け、狂犬ども。行動範囲はこちらで制御している。任務外のことをすれば分かっているな。ああ、分かってるさ。行くか、生きて帰るぞ。用意したプログラムに従い海域での順応を行え。順応後は即時帰還。脱落者は破棄する。以上だ。想定外のことが起こるかもしれない。その時はこっちで判断させてくれ。無用な戦闘は人気を失う可能性を高めることになる。不許可だ。濃度の高い海域内での行動に支障がないか確認作業を行え。ああ、そうかい。そっちはどうだ。俺は問題なさそうだ。よっ、方向感覚は問題ないが正面を向いてみろ。ま、問題なさそうだな。こっちへ行く、ついてこい。そちらのエリアに進む必要はない。引き返せ。別部隊が作戦中だ。ああ、そうかい。さっきの混戦のやつらか。接触しないように十分気をつけないといけないな。お前と一緒だとワクワクするから不思議だ。もし高台があれば登ってみろ。高低差は戦術的アドバンテージになる。